早川三郎早川三郎は、日本の内務官僚、政治家、県知事、警視総監、神奈川県出身、地主、早川光造の三男として生まれる。東京府立三中、第六高等学校を経て、1915年5月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。1914年11月、文官高等試験行政科試験に合格。 1915年8月、内務省に入り、宮崎県属となる。1916年9月、宮崎県警視を兼務。以後、宮崎県東諸方郡長、道県理事官、埼玉県理事官、道県地方課長、道県市学官、香川県書記官、警察部長、岡山県書記官、警察部長、広島県書記官、警察部長などを歴任。 1928年7月、内務事務官、刑務官となる。さらに、刑保局刑務課長、奈良県書記官、内務部長などを務めた。1931年12月、佐賀県知事に就任。以後、三重県、鹿児島県、広島県の各知事を歴任。1937年1月、警視総監に就任したが、約1ヶ月で辞任した。 その後、中華民国新民会中央指導部次長、帝都高速度交通営団理事、東京市会議員、東京都議会議員、日本放送協会、専務理事などを歴任。1946年1月、愛知県知事に就任し、同年7月まで在任。同年8月から1951年8月まで公職追放となった。ありがとうございます。